うわあ、クソゲーだったらどうしよう。やっていきたいと思います。頼む、クソゲーじゃないであってくれ。いいゲームであってくれ。本日リリースされましたこちらの人狼デスマッチ実況プレイしていきたいと思います。どうかね、おもろいんかね。まず、ゲーム実況者の私が採点をいたしますと、縦画面なのがちょっとなぁと思っておりますけども、なんで縦画面でアプリ作るんだろうな、分かってねえなっていうのと、早くやれよ。まあ、ちょ待てよ、初手印象最悪やなって、このゲーム作った人も思ってるやろ。この人の俺の実況を見て、最低やこいつって。なんかこのな、妖怪をモチーフ、こいつら妖怪なんてよ、今画面に映ってるこいつら、こいつら妖怪なんやけど、こいつらが操作するゲーム、まあ取り込み範囲後々変えていくと思うから、和風な感じで、なんと声優はですね、アマチこと杉田さんも起用されてるらしいです。豪華な声優使えばええってもんちゃうぞ。あと何やっけ、あの軽音のミオちゃんの日傘、あとは誰か知らんけどいろいろ使ってるらしい。喋るっぽいよ。お、あれ、俺チュートリアルって画面があって、そこで一回切って戻ったんやけど、チュートリアル受けさせてくんないの。あれ、チュートリアルはあるあるある。キャラ紹介から行こうぜ。占い師、榊レイジョさん。え、魔女もあんの。まあ、魔女は九人村はあんま使わないと思うんで、いや案件じゃないからボロカス言うよ。ハンターもあるんてよ。え、殺害された時、また昼に投票に処刑された時、射撃能力を発動して任意の1名を道連れにできる。まああれや、普通のハンターや。騎士とハンターは別にいるんや。騎士、こいつ騎士らしいぞ。まあ護衛できるぞ。この辺みんなわかるかな、役割。真ん中にできないの、俺真ん中にすんの好きじゃない。こっからでかくしていきたいし、これいらない画面あるじゃん。でゲーム中にいらない画面あると思ったら、そこ削って、あのメイン画面でかくするんで。下がすでに見えてねえな。ちょっと待ってな、この辺ちゃんとやるから。まず取り込み範囲でしょう。こうして、こう下の画面いるか。これな、下の画面いるか本当に。こうな、削ることによってな、ちょっとずつ画面を大きくしてくねん。わしゃ賢いやろ。これ中華ゲー天才じゃん。で、まあ、いつものあれよ、私も長いですからゲーム実況歴。こうすることによってな、お前らに見やすい画面を提供していくと。よし。あ、これ、ボイス、ボイス。ボイスじゃなきゃやんねえよ。テキストとか。ちょっと待ってな。今、細かいことこだわってるけど、またガラッと変えるかも。よし、これなーに、新しい人狼のアプリってよ。で、他は？あ、やべえ、トップがハンターになっちゃった。人を選んだんか今。あ、違うわ。騎士。ふん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 。まあ、やってみるか。早速やし。チュートリアル。ゲームルール。夜フェーズ。昼フェーズ。この辺の人狼ルールはちょっと飛ばすぞ。罰則ってのがある。システムの判断により、直近3日間で2回以上途中退出をした場合は、1日間ログインできなくない？厳しい！3日間で2回以上の途中退出は1日間ログインできやんてよ。直近の3日間で無言放置を3回以上した場合は1日間ログインできなくなります。毎局カウントされる。直近の7日間で暴言や迷惑発言をした場合、1回目2回目は2日間ログインできなくなります。3回目以上は5日間ログインできなくなります。
こういうのさ、どうなん、ちゃんと嵐対策機能してんの？アホやでさ、人狼の運営って基本嵐の対策全くされやんやん。無法地帯になりがちやけど、俺が通報される可能性とかもあるんちゃうんか。経験値、試合に勝っても負けても経験値がもらえる。1試合勝利するとプラス20、負けると経験値プラス10。暇人ゲームや。この要領で勝って、勝っても負けてもやりまくればポイントが溜まってランキング上位に上がれるっていう。人狼殺1の時の俺、それでランキング2になった。6人局の対局時間は5分以上、9人局と12人局の対局時間は10分以上を満たす場合のみ有効。短すぎるとダメってよ。っていう経験値の概念がある。他はチュートリアル動画、あ、見ようぜ動画。まずプレイヤーはでか市民陣営と人狼陣営に分かれるんだ。ああ、市民陣営の人は投票や役職の能力を使って全ての人狼を駆逐すれば勝ちだからね。でも残った市民陣営の人数が人狼陣営の人数より少なくなると人狼陣営の勝利だから気をつけて。ゲームが始まると各プレイヤーにはランダムで役職カードが配られるよ。すぐに夜フェーズに入るからここですることを説明するね。普通の人狼やね。夜になると人狼になったプレイヤーたちは相談し合って一人のプレイヤーを選んで襲撃するの。どうすんやんな。怖いね。怖いね。市民陣営のうち能力を持つ役職となったプレイヤーはそれぞれの能力に応じた操作をしてね。すごい、騎士が守った。今プレイヤーは何もしないでじっとしていればいいよ。夜が明けると昨夜死んだ人の情報が発表されるんだ。うん、そうしたら各プレイヤーは死んだ人の情報やそれまでのプレイヤーの発言などを手がかりに分析や推理を進めて。やってる人いるかなっていうか5万ダウンロードはされてるらしい。プレイヤーは昼の間に潜んでいる人狼を探し出さなくちゃいけないよ。え、どうする、負けじゃない。昼の発言が終わると投票で一人を選び処刑しなくちゃいけないんだって。それが終わったら再び夜フェーズ昼フェーズと繰り返していくからね。どちらかの陣営が勝利条件を達成したら、すぐかそりそうだね。うん、だから今日だね、やるなら人狼デスマッチ。おお。ゲーム開始時にプレイしたい役職を選び、役替えありかよ。でも同じ役職を選んだ人が複数いる場合はランダムに割り当てられるからね。じゃあまずは人狼を選んで試してみよう。人狼を選ぶの。あなたが獲得したい役職は人狼。はい、本戦での役職は人狼です。え、人狼陣営、これがゲーム画面。役職カードを受け取った時は市民陣営のふりをして自分の正体を隠すように頑張ってね。見にくいよな、これをでかくするから待ってな。目を閉じてね。上のスキップいらねえよな。狼アイコンがついているのが人狼仲間だから、ここまで削って良さそう。夜になるとボイスチャットができるから忘れないでね。それじゃ襲撃したいプレイヤーのアイコンをタップして目標を確定してみよう。こうして始まったら変わるかもしんねえけど、これこんな感じの取り込み範囲でやっていこうか。逆に見にくい。いや、ちっちゃすぎると見にくいから絶対こっちのがいい。あ、これが役割だよって。ちょっとやってみるか。もう夜が明けたよ。人狼ルンナーわかるやろ。こんな感じの取り込み範囲になりますけど、縦画面配信対応してないのでパソコンで見るからそんなことないわ。スマホの人はそれでいいかもしれんけど、僕チャクって名前です。見にくい？お前らファイトリーグから何を学んでるんや。いつもこうやったやろ。
メイン画面が見えればいいんだよ。見にくい？どう？文字が見えないの致命的でしょう。名前チャックにしました。どうですか？で、よし、これでいけるんちゃうの？ほら、これ本当に見にくいか、よく考えてみ。さっきまでのクソチビ画面と比べて、あれさっきより見やすくない？ちょ、やってみよう。ゲームスタート。チュートリアルに進む。あ、ゲーム開始時に大丈夫です。ああ、村がある。声×という人はこちらへ来なさい。初心者の村。あ、いっぱいあるよ部屋。6人村行こうぜ。ここ俺で最後や。これ初心者部屋感染禁止。よし。ここにこの部屋のテンプレートが表示されるからね。うんうん。ここがちょっと見にくいな。まあ、とりあえずやってみるか。準備完了してね、みんな。あ、これで今僕聞こえてますか？あ、聞こえてます。あ、お願いします。あ、大丈夫ですよ。なんか変な人来た。これ準備完了できてんな。これでええんか。部屋主いないかな。部屋主いないの？多分ね、さっきからね、ずっといないわよ、部屋主。なんか、オカマバーの人おる。始まんないね。これずっと始まんないね。多分ね、あの、スタンバーさん蹴っ飛ばした方がいいわよ。一人一人喋るんじゃねえんだ。どうやって蹴っ飛ばすんやろ。蹴り方とかあるんですか？あのね、念じたら蹴れるから。うん、消えろ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 。くぅ。じゃあ、6番さんお願いします。やってください。ダメでした。じゃあ出よう。なんかいい部屋ないかな。もう早速雑談部屋できてるやねえかよ。だから何でおめえら人狼で雑談しようとすんだよ。狂人村、最初6人村がいいな。誘惑勢やし、ここにするか。あ、入れた？入りやんだくさい。これは更新ってどこにあんにゃ。更新クイック加入しちゃうと何人村に入れられるかわかんねえ。あ、選べるんだ。へえ。狂人村。埋まってる部屋じゃなくてさ、空いてる部屋って検索できねえの？12人村やってるやつもいるね。クソほど長いが。ちょっと僕も抜けますね。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そうです。はい、皆さん準備よければ準備ボタンお願いします。いやー、みんな、ナンバーフォーだよ。音質悪る、お前ら。聞こえるか、それ様の美しい声が。あの、普通に喋ってもらえます？普通に喋っているぞ。あ、こんにちは。あ、じゃあ、本番の方はですね、時間的に。それを使う。今ね、なんか萌え声がおる。 YouTube にてね、ライブ配信中やから、みんな遊びに来てね。
そうなんですか。そうなんですか。何それ。検索してみなさい。出てくるから。毎日ね、配信してるからみんな。遊びに来てね。すごい。5番さんは喋れますか。はい、よろしくお願いします。喋れなくてもいいんだよ。だって、もうね、感じろ、みんな。感じろ。うん。いや、無理です。よし、頑張ろう。もう空気を察して、狼か。これ、この画面から変わらんかな、ひょっとして。うん、それがね、だったら私の得意なんだよね。こういう取り込み範囲に今のうち変えちまおう。こっちはできないんですけど。マジですか。あのこれどうやったら始まるんですか。あ、準備ボタンを押します。あのね、4番うるせえっていうところをみんなが押して、その後1番さんがマッチングって押したら試合する。こういう感じか。あ、了解でーす。これならわかりやすくない？1、ちょっとこれ。これわかりやすくない？この画面で動かんにやったら。あ、4号番さん準備ボタンお願いします。あ、ごめんなさい、ちょっと用事思い出した、ごめんなさい、すいません。なんやこいつ、なんやったんやあれ。はい。もう一人入ってくるまで待ちます。その間ちょっと、あ、来た。4番さん準備よろしければ準備ボタンアナル来ちゃったわ。お願いします。占いは初日、2位の場所を占います。なのでランダムではありません。ランダムではありませんのでご注意ください。質問等なければ始めたいと思います。よろしいでしょうか。はい、始まっちゃった。音量大丈夫？約束？まあ最初は村人で行こうか。これって10コインって書いてあるから金取られる、ひょっとして。狼になっちゃった。これ今喋れんのか？あー、どうもよろしくお願いします。どうします？人狼は初日、他のプレイヤーを噛むことはできないんですよ。はい。なので、まあ占いを語るか、そうですよね、語るかは、まあこれって一斉に発言します？順番で発言します？あ、順番ですね。あ、順番なんですか。じゃあまあ、はい、どっちが占い出るかはまあ発言で決めますか。まあ、お任せですね。あ、はいですね。じゃあ、はい、順番なんだ。あ、じゃあちゃんとしてんな。いや、6人村は占い出ない時点で負けだから出る。出なかったら3が。スポーツは同時クソやでな。何？俺の計画が狂わされただと。6番からってよ。あれ？喋らねえぞ。占い方とかが分かってねえから。でもさ、なんかそこのメタ発言で負ける可能性あるよな。98% までしかない。喋ってるか？
喋ってる？いや、さっきまで聞こえてたけど。あれ、あれ、サムさっき話聞いてたしな。はい、聞こえますでしょうか。ごめんなさい、6番さんから 1,2 という発言があったと思うんですが、私の方でちょっと音声が全く一切聞こえてない状態でした。だから私の発言も聞こえてるかわからないんですけども、今日これって狼2人と占い1人がいると思うんです。ただ皆さんの情報全く分かってないんで、私はもう自分が白と言うしかないんですね。で、どなたの発言もできていないので、これってチャットしてもいいかの、あのルームマスターさん教えていただけたらと思います。お願いします。30秒なんや、短いね。聞こえねえよな、バグか。チャットってできあんのよな。フレンドチャットになる。ノート、今んとこクソゲーでも SE は聞こえてんのよな、ちゃんと。マガタマが足りません。マガタマっていうのが多分課金要素やな。再起動したら聞こえる？課金しないと聞こえない。嘘やろ。マイクのとこってどこ？マイクってどこ？いや、マイクは関係ねえ。発言が来るって言ってたで。一回タス切りするか。チャット欄がない。そもそもチャットができない。あ、なんか出てきた。黒白太鼓チャット、こんなんなるけど。チャットってどこ？これダメダメダメ。チャット自分から2には打てないっぽい。自爆ってのは狼要素で、設定はこれ。あ、これみんなやってるな。一回再起しよう。AI をつけてくださいとしか言いようがないかな。あ、聞こえた。はい、そうですね、自分も6番さんと感じたこと一緒で、なんであの騎士の対抗が出たら自分1番を偽で見るのかなとは思った。はい、だからこれ票は合わせらんないよね。3と5が無言だったかな。あ、がだから色が見えないから票は合わせらんない。だって2の精査しかできないから。2の精査、6が1白持ってて1が騎士出てて、あと6が、まあ、2番さんが発言をしていたで、ちょっと4番さんがちょっと分かんなかったからね。これね、全然ゲーム性成り立ってないから。あ、どうすればいいのかも全然分かんないね。ほう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 、この展開は。うん、いやー、どうせ表なんて合わせらんないでしょこれ。うん、まあ怪しいとこでよ、もう。怪しいとこ。え、占い師は？占い師いないってこと？ん？ 2 番の声聞こえねえ。6が1白。これ俺の2番の声聞こえねえ。ちょっともう一回助けるか。
1日3回切りあんのよな。あ、聞こえますか？タスキって、ちょっとあの最初僕6番から始まって1回も声聞こえなかったんですけど、2周目の6番さんから聞こえてました。で、多分1番さんの発言から6番1白で、で5番さんも発言できてないんですよね多分。じゃあ6番をとりあえずもう落ちてる、僕占い師じゃないんで5番が占い師じゃないこと前提で進めます。6番占い師の1白で、で2番の精査がわからないって発言があったんで、僕目線2,4,5 にここに絶対2浪いるんですね。で1番が今表を合わせることができないって発言をしていたと思うんで、個人的主観で言うと2の精査ができない、4番わからないって言ってて5番がいないんだったら、多分普通に5番が狼なんだと思います。なんでかっていうと占い師が1人しか出てない状態って多分狼が落ちてるからじゃないかと思うので、だから表を合わせれないと言いましたけど、僕まあ正直6番1番の声で今2番も聞こえなくてもう一回タス言ったんですけど、2番さんで発言されてました。2番の精査自体が全くできないので、まあ2、4、5にいる2浪だったら5に入れるのが一番間違いないと思います。すいません、6と1の発言しか聞けてないんですけど、以上ですですかね。まあ6占い1白で1が騎士だったんですよねっていうのは聞けてます。なんで発言できてないだったら5かな。まあ会話を聞いてて、まあとりあえず、まあ、5番さんはまあこの2巡目でまあ喋れるかどうかを聞いて、でまあそれによってまあ投票する人はどうするっていうとこですね。まあこれ今4番、まあ、5番さんの発言次第でまあ誰を釣るか決めます。あ、こう聞こえやん。あ、もしもし、これ聞こえてるのかな、よくわからないですけど。あ、5番です。あの前回僕あの自分のこと3番だと思ってて、3番の人の時に僕独り言喋ってました、すいません。あのまあ占い師は6と1で白で確認しました。でまあ僕はまあ個人的にあんまり発言取れてないので、であのこれ白釣っちゃったらもう負けですよね。そうだよ。僕は2,3,4の中からでいくと、まあ1周目になんかあの割と変な発言をしていた2番さんに入れざるを得ないんですけど。あ、2番入れんの？まあ、人狼が、まあ、票を合わせてくるので、まあ、それはどうなのかなっていうふうに思います。はい。これ僕で最後の発言ですよね。他の人の BGM 拾ってる。これ別に、6人村本当に喋ることないんですけど、これ。僕は怪しいところに入れようと思いますけど。はい。以上です。どうしよう。じゃあ2番に乗っかろっか。発言聞いてねえけど。これ他の人が投票したって見れないのか。2だけ4に入れたんだ。あ、聞けるぞ。聞けねえ。聞こえねえ。でも3回足すぎるとダメなんだっけ。2が要は1の騎士を疑ったってことやろ。これ杉田とかはいつ出てくんの。ゴミゲーか。待っていらんに
どうでした？聞こえてました？僕の声って2周目。あ、聞こえてますね。あ、本当ですか？じゃあよかったです。じゃあ1番を襲撃します。あー、はーい。じゃあ自分も1番にやりますね。はい、はい、お願いします。これ他の 2番の発言ってさっき聞こえてました？処刑の時。あ、聞こえてました。あ、聞こえてましたか。僕聞こえてなかったんで、やっぱりまだバグがかなり多いですね。プレイしてんのかこれ。クソか。これクソなのか。絵は可愛いじゃんって。夜会話は聞こえんのにな。他の村どうなってんのよ。やった。自投票したんやけど。え、どこだ？どれで終わん？あ、お疲れ様でした。声聞こえますか？僕プレイ中全然2番さんの最後の声も聞こえなかったんで、やっぱりちょっとバグが多いのか。皆さん聞こえてたんですよね、最初から。あ、自分は聞こえてました。聞こえてました。そうなんですか。聞こえてます。何言ってるかわかんない。さっきのところ2番さんの4番の鋭すぎるって思いましたもん。聞いてもらったよ。いやマグです。つられましたし。すいません、黒くなって。わかんねえ、何言ってたかわかんねえから。もし2番さんの子って勘が当たって、それ両方ローラーで釣られたらもう終わりですもん。ね、信用なかったので何言ってもダメだなと思いながら言語を喋ってました。そっか。いや、もう普通なんかキス怪しい発言なかったら正直言えない。いや、素晴らしいゲームが皆さんリリースされましたね。ね、本当に素晴らしいゲームがまた一つこの世にリリースされたというところで、こんなゲームがまだまだあるんだなって感心の一言というか。またね、まともにプレイできるようになったら、ちょっとこういったゲームも挑戦させていただけたらなというふうに私思っておるんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。本当に今日はまたお会いできたらと思います。また次は9人村12人村もあるんでね、そちらの方でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。